スパイフォールはイギリスの SF ドラマドクター・フーの第12シリーズのシーズンオープナーに部作。2020年1月1日にパート1が1月5日にパート2が BBC1 で初放送された。エグゼクティブプロデューサーのクリス・チブナルが脚本を執筆し、パート1はジェイミー・ストーン、パート2はリー・ヘブン・ジョーンズが監督した。本作では代目。 ドクター、クレアム・オブライエン、ライアン・シンクレア、ヤズミン・カーンが秘密情報部からエージェントとして異星人の調査を依頼される。本作は、チリユク・ドクターで退場したマスターが再登場し、時空の果てで、が、最後の登場となっていたが、リフレイも再登場した。視聴者数は、パート1が689万人、パート2が607万人で、 批評家からは一般に肯定的なレビューを受けた。パート1は2019年に死去したかつての脚本家、テランスディックスに捧げられた。ドクターとグレアム、ヤズ、ライアンは日常生活を送っていたところ、秘密情報部ミロクに拘束、拉致される。道中でエージェントが射殺され、ドクターたち自身も危険にさらされるも、過労死的機を脱し,し、ミロク本部に到着すると、 長官の C から腸包員を専門に攻撃する異星人の調査を依頼される。ミロクから装備を預かって調査を開始しようとするドクターたちだったが C は何者かに射殺されドクターたちは続けざまに物体投下能力を持った人型生物による襲撃を受ける。生物の襲撃を回避したドクターたちはミロクオーストラリア支部に所属するドクターの旧遊王に助力を求める。 一方で、ライアンとヤズは検索エンジン VOR の開発者、ダニエル・バートンを取材し、潜入調査を開始する。バートンは生物に襲われた、調報員の調査対象であり、ヤズとライアンの調査で彼と生物が繋がっていること、そして彼の DNA の7%が非人間由来で、あることが判明する。王ト、ドクターとグレアムは屋敷を生物に襲われるが、 かろうじて撃退に成功し、ヤズ及びナイアンと合流する。王を含めた彼らは、バートンの誕生パーティーに出席して、探りを入れようとするが、直後にバートンは空港へ逃亡し、彼らも追って飛行機に乗り込む。しかし機内には、バートンの姿はなく代わりに、コックピットには爆弾が設置されており、さらに王の正体がドクターの幼馴染みにして、 宿敵マスターであることが明らかになる。マスターは爆弾を起爆し、墜落する飛行機の中で、ドクターにお前の知る世界はすべて偽りだ、と告げ、彼女を異空間へ転送する。映画ラブレスイ世界でドクターは、映画ラブレスと出会い、彼女の力で1834年の現実世界へ脱出する。そこで再会した当時の服装をまとったマスターは、 カサービンと呼ばれる種族と協力していることを語るが、言動からカサービンを完全には制御しきれていないことをドクターに悟られてしまう。エイダの協力でマスターを出し抜いたドクターはカサービンが異次元からコンピュータの歴史を辿るように侵略しつつあることを把握する。ヌーアイナヤットカーンドクターとエーダは1943年のパリにタイムトラベルし、 イギリス軍の女性スパイであるヌーアイナヤットカーンと出会う。この時代にもやってきて、ナチスドイツの将校として潜伏していたバスターは、ドクターと退治し、ガリフレイが何者かに滅ぼされたことを告げる。カサービンを道具としか思っていないと述べた。彼は、ヌーアとエイダの策略により、イギリス軍のスパイとして、ドイツ軍に拘束される。ドクターは、 エイダとヌーアを連れて2020年のイギリスへ向かう。2020年では未来のドクターが残したビデオメッセージをもとにクレアム、ライアン、ヤズが脱出を果たしていた。彼らはバートンの敗下に追われつつも魅力の装備で難を切り抜けてバートンの計画の内容を知る。バートンはカサービンの力で地球上のほぼすべての人類の DNA を破壊、初期化して 記録媒体に変換し、事故を含む新人類が新たな時代の指導者の地位につくことを目論んでいた。ドクターは、毎一発でこの計画を阻み、さらに1943年の会話内容を表に出して、マスターとカサービンを仲間荒れさせて決着をつける。飛行機用のビデオを撮影し、ヌーアとエーダを元の時代に戻したドクターは、 マスターの発言の意味が気にかかり故郷がリフレイを訪れる。彼女の目に入ったものは崩壊し、焼け落ちたアルカディアの都市であった。ターギスのコンソールルームに表示されたマスターのホログラムは、ガリフレイを滅ぼした犯人が自分自身であると明かし、タイムロードが大きな偽りの歴史の中を生きていると告げる。マスターのホログラムがお前も苦しめ、と言って消失した後、 ドクターはグレアムたちにこれまで伏せていた自身の正体を明かす。本作でマスターが人間を縮小して殺害するのに使用していた武器はツと呼ばれるもので1971年にロジャーデルガードの演じるマスターが使用して以来クラシックシリーズで愛用していた武器であった。2005年以降の新シリーズではレーザースクリュードライバーをはじめとする他の武器が使用されており 新シリーズにおける津の登場は本作が初であった。本作ではミロクが地球外生命体絡みの案件を処理しているが本来は別の専門組織がその業務を受け負っていた。その一つであるユニットはイギリスの欧州連合離脱による貿易摩擦を受けて凍結されたことが前は終わらない悪夢と新たな旅で明かされ、トーチウッドは 内務省による基地の爆破や456によるウイルス散布を受けて組織としてはすでに崩壊している。時を超えた子供という用語は第11シリーズサバイバルラリーでわずかに登場しておりドクターがそれを知らないことについてレムナントがあざけ笑っていた。スパイフォールはエグゼクティブプロデューサーのクリス・チブナルが脚本を執筆した。二部作の前編後編で 同一のタイトルが付けられるのは字の終わり以来のことであった。パート1は2019年8月に死去したドクター・フーの脚本家兼脚本編編集者テランス・ディックスに捧げられた。ディックスは本作にも登場するマスターというキャラクターの制作者の一人であった。レニー・ヘンリーとスティーブン・フライがゲスト出演し、前者がダニエル・バートンを後者が C を演じた。 マスター役のサッシャ・ダーワンは2013年のドキュドラマ、アン・アドベンチャー・イン・スペース・アンド・タイムで、ドクター・フーの初代監督ワリス・フセイン役を演じていた。南アフリカ共和国での撮影が始まる、約1週間前の2019年1月に彼は、役を知らされ、その時にはかつて12代目ドクター役を演じていた、ピーター・カッパルディと共演していた。ダーワン曰く、 マスター役での出演は伏せておかなくてはならないため、カパルディの前でマガを保つのが難しかったという。ジェイミー・マグナス・ストーンはかつて50周年、記念ミニエピソードザ・ラストデーの監督を担っていたが、第12シリーズでは、前後エピソードを含む、第1制作ブロックを監督した。撮影は2019年1月23日に、開始された。リー・ヘブン・ジョーンズは、第2話と、 第3話からなる第2制作ブロックを監督した。設定上の舞台は様々な国が登場したが、撮影地は南アフリカ共和国であった。スパイホールのパート1は2020年1月1日に放送され、パート2は2020年1月5日に通常通り土曜日の枠で放送された。日本では2020年6月24日にパート1、7月1日に パート2の配信が、フールにて、字幕版、吹き替え版ともに開始された。アメリカ合衆国では、パート2を含む、スパイホールが2020年1月5日に、映画館で上映された。上映後には、ジョギウィテカーとマンディップ・ギル及び都心コールのリアルタイムインタビューも上映された。上映した映画館の館数は合衆国内で、約600館に上った。 スパイフォールのパート1のリアルタイム視聴者数は488万人で、その日のイギリスの番組では2番目に多く視聴された番組となった。オーディエンスアプリシエーションインデックスのスコアは82であった。パート2は460万人がリアルタイムで視聴し、その日のイギリスの番組で第5位となったザ・セカンド・エピソード・オルソー・ハド・アン・オーディエンス。 アプリシエーションインデックススコアオブ82。合計の公式視聴者数は、パート1が689万人、パート2が607万人であった。ありがとうございます。